増沢末ワは日本中央競馬会に所属した騎手、長教師。騎手として全国リーディングジョッキー2回、8大競争7勝。通算2016勝は当時の中央競馬史上最多勝ち。44歳で初のリーディングジョッキー獲得、50代で年間100勝達成など中年期以降に顕著な活躍を示し、鉄人の異名を取った。愛称は増さん。 妻は、師匠、鈴木翔太郎の長女。義弟に、鈴木康弘がいる。北海道亀田郡大野村出身。戸籍上の表記は、象、沢末尾である。北海道大野村に6人兄弟の末っ子として、生まれる。幼少期より、濃厚、万栄競争用のペルシュロンの世話をして過ごした。中学校卒業後騎士を志し、 同級生の兄で騎手の武部鈴雄より、函館競馬場を訪れていた、長教師、鈴木翔太郎を紹介され、そのまま、東京競馬場の鈴木旧社に入門した。1955年より、馬事公演騎主要成長期課程を受講。同期生には、矢野進、森安重勝、小賀和宝がいる。終了後に、騎士免許を取得。 1957年3月10日に騎手デビューし、同年7月14日に初勝利を挙げた。翌年には32勝を挙げ、全国19位につける躍進を見せたが、デビュー以降しばらくは成績が安定せず、ランキングは昇降を繰り返した。しかし、1967年の東京優秀で朝電工に起乗し優勝。重賞初勝利をダービーで果たすと、 以降成績は上位で安定し、名実ともに関東のトップジョッキーの一人となった。1973年には、後衛・大井競馬から中央競馬へ移籍してきた、イコーの主戦騎手となり、第一次競馬ブームの担い手となる。同馬の引退に際しては、増沢が歌うレコードシングル、さらばハイコーが発売され、オリコン最高4位のヒットとなった。 1977年40歳を迎えたマスザワー74勝を上げ、初の関東リーディングジョッキーとなる。さらに1981年には96勝を上げ、44歳にして初の全国リーディングを獲得した。翌年には104勝で自身初の年間100勝を達成し、2年連続の全国リーディングジョッキーとなる。1984年10月14日には、 通算三3 4 0勝を達成し、野平雄二が保持していた、中央競馬最多勝記録を更新。以降、増沢は、記録難とも称されるようになり、1986年には、大長リバーに起乗して2度目の日本ダービー優勝を、果たし、史上最年長のダービージョッキーとなると、同年12月21日には、中山競馬場で、 中央競馬史上初の通算1万回起場を達成。この日のメイン競争では、大流れバーで、有馬記念にも優勝した。翌1987年には、競馬関係者として、初めて皇室主催の演友会に招待され、昭和天皇及び皇太子、秋人新王と競馬の傾向について、言葉を、増沢は、この経験について、自分は、 天皇賞には縁がなかったが、これ以上の栄誉はないと語っている。1990年には53歳で年間100勝達成。そして翌1909年以降も、増沢は騎士を続けるつもりであったが、1989年に、議定の鈴木敏彦が落馬事故により死去していたこともあり、家族の反対に愛引退を決断。 この年の調教師試験申請書提出期限であった10月30日に機種引退を発表し、翌1992年2月23日に引退した。引退後は調教師に転身。1993年、美ホトレーニングセンターに旧社を開業した。開業者年度に重症を制覇するなど、さすがと思わせる一面も見られたが、調教師として、 中央競馬の GI を勝つことはできなかった。しかしながら2005年にストロングブラッドで交流 GI 競争の柏記念を制している。1996年には騎手としての経験を見込まれ、競馬界より中央競馬初の女性騎手の一人、牧原由紀子を託され旧社所属騎手とした。牧原は後に増沢の息子、 2008年2月29日付で定年により、調教師を引退し、競馬界の一戦から退いた。調教師成績は3165 279勝。大長リバーに騎乗スタートが抜群にうまく、逃げ戦法を得意とし、素早くレースの主導権を握り、道中でうまくペースを落としての逃げ切りは、マスザワマジックとも評された。当時のファンの間では、 マスザーが4コーナーで後ろを振り向いた時は勝利を確信した時だとも言われ、また騎手の間でも4コーナーで振り向いたら絶対かつ3コーナーで振り向いたら負けるとされていた。自身もどちらかというと先行馬が好きとしているが、その騎手生活の中で最強馬として挙げているのは追い込み馬として鳴らした石の光である。またこうした特徴から、 小回りコースが多く先行作が有利とされる、ローカル開催での活躍も目立ち、ローカル男とも呼ばれ、特に、福島競馬場は、増沢の庭と呼ばれるほどの圧倒的な強さを誇った。道場では、通算勝ち星のほぼ3分の1に当たる671勝を挙げており、増沢が乗るだけで騎乗馬のオッズが下がるという現象も見られた。自身も認める、遅咲きの騎手であり、 一般に騎手が引退を始める40歳で関東リーディングを獲得し、以降の13年間で通算勝利の過半数に当たる1259勝を挙げた。この時期は引退年以外は全て関東リーディング3位以内、全国リーディング5位以内を保っていた。このように第一戦で長く続けられた理由として小柄で比較的原料区がなかったこと、落馬による 大きな怪我がなかったことなどが挙げられる。また、マスザワは、大長リバーでのダービー、有馬記念制覇に触れ、前者は、まだ安心して頼めるという信頼を得た、後者については、名勝負を残せたことで、マスザワ現在を内外にアピールできた。この一勝は500勝にも相当すると語り、年齢で敬遠されることによる、騎乗数の減少、騎乗場のレベル低下を避けられたことも挙げている。 主な機場場は、編集括弧内は、マスザー機場による優勝重賞競争。太字は、GIQ 競争。その他の機場は主な管理場。編集太字は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。音楽著書。ありがとうございます。